アレクセイ・ドミトリエビチクラス・ノジョンは、ロシア、サンクトペテルブルク出身、アメリカ合衆国の男性フィギュアスケート選手。医師である両親を持ち、ロシアのサンクトペテルブルクに生まれた。幼少期は、アレクセイ・ミイシンとタチアナ・ミイシナ夫妻に指導を仰ぎ、ロシア代表として、競技会に参加した。2014から2015シーズンからは、所属をアメリカに移した。 練習拠点もロシアからテキサス州ダラスへ移した。コーチをベーター・ケインとダー・レーン、ケイン夫妻に変更し、初出場の全米選手権ではジュニアクラスでピューターメダルを獲得した。2015から2016シーズン、ジュニアグランプリシリーズに参戦し、リガハイで銅メダルを獲得。全米選手権、ジュニアクラスでは前年より順位を上げ銅メダルを手にした。 2016から2017シーズン、ジュニアグランプリシリーズでは、チェコスケートで銀メダルを獲得。ルブラナハイでは優勝を果たし、ジュニアグランプリファイナルに初進出。同大会では5位だった。全米選手権、ジュニアクラスでは、初優勝を遂げた。初出場の世界ジュニア選手権では8位。2017から2018シーズン、シニアクラスの大会に初出場。 フィラデルフィア・サマー・インターナショナルでは4位。ジュニア・グランプリシリーズでは連勝。タリントロフィーでは銀メダルを獲得し、シニアの国際大会での初表彰台となった。ジュニア・グランプリファイナルでは SPFS1 位の完全優勝で初優勝。全米選手権はシニアクラスに初出場し10位。世界ジュニア選手権は SP1 位でコースタートを切るも、 FS の演技冒頭で4回転サルコーを転倒。足首を捻挫して大会を棄権した。シーズン終了後、コーチをアレクセイレトフトールがガ,ガニシェワに変更した。2018から2019シーズン、グランプリシリーズに参戦し、グランプリオブフィギュアスケートヘルシンキでは7位、ロステレコムハイでは8位、全米選手権では5位に入った。 三度目の出場となった世界ジュニア選手権では SP5 位スタートを切るも FS ではミスが相次ぎ総合11位に終わった2019から2020シーズンフィラデルフィアサマーインターナショナルでは銅メダルを獲得するキッサスクラシックに参戦の際 FS にて史上5人目となる4回転ループ成功を果たした J ジュニアクラスハット u s a クラスナションレディー,ーバウンス バックアフターサファーリングインジュリー2019 US インターナショナルフィギュアスケーティングクラシックハット AB スケーティングアレックスクラスナション2019年3月5日閲覧アレックスクラスナション is taking control of his c a r e e r フィギュアスケーターズオンライン2019年3月5日閲覧ありがとうございます